なんでメンフィスなのかという質問をよく皆さんにいただきますので、今日はこちらのトピックを取ってみました。はい、はい、メンフィスといえば、アメリカでは、こちらにもありますようにエルヴィス・プレスリーですとか、それからバーベキューです、ね、それからここにあるミシシッピリバーですね、はい、この辺が、メンフィスといってちょっと思い浮かぶことだと思うんですけれども、あとはブルースの発祥地ですとか、そうですね、そういったところで知られているエリアです、はい。ただ不動産投資としてどうしてメンフィスを選んだのかという質問に対して、お答えしたいと思うんですけれども、アメリカでも他にこう、はい、不動産でホットなエリアっていっぱいありますよね。ありますね、はい、でその中でどうして私たちが、メンフィスを選んだかっていうのをちょっとご紹介できればと思います、はい、そう、不動産投資 のアスペクトで見たいと思います、はい。やっぱり一つ、一番大きな理由っていうのは、物件価格と家賃の比率で、家賃の方が多く取れると、物件価格に対して家賃が結構高く取れるエリアであるのが、メンフィスですね。そうですね、はい、あとアメリカでの 1% ルールっていうのがあると思うんですけれども、はい、これはちょっとどういうことかっていうのをご紹介します。 1% ルールっていうのはですね、家賃に対して、ごめんなさい、物件の価格に対して家賃が 1% 年間で出るというのが 1% ルールなんですけれども、それが一応理想なんですが、そういった物件を探すのは非常に今難しいんですよね。はい、そうですね。かなりメンフィスはその 1% あれば、収益物件と言われているので、はい、それにかなり近い数字が出ているということで私たちは注目しています、はい。いわばキャッシュフロー重視型ですね、はい、っていうのが、大きな理由、それから2つ目の理由としましては、やっぱり物件の価格が上がるとか見込みがあるというエリアは人が集まる要素がないとダメですよね、そうですね、はい。で、メンフィスには、フェデックスの本社があったり、あとはナイキの物流センターの、ハブがあったり、はい、で最近三菱が、エレクトロニックス大きい、はい、ね、パワープラントが、来ましたね、はい、2014年からオープンということで、雇用が増加するということは、人も集まってくるというところで、住宅の需要が非常に高くなると、でもその他、私たちが行っても見ましたけど、大学ですとか、そうですね、そのメディカルに関する研究所だとか、非常にこう集まってますよね、はい、ダウンにね。なので、はい、なんでしょう、こう駐在員みたいなのも多ければ、学生さんも多くて研究所の人も多いっていうところがあるので、賃貸が結構需要が高いと、そういったエリアを選びたかったのでメンフィスはちょうど良かったんですよね。それからやっぱり物件を所有するということになると、税金の問題とか何かこう、特定がね、ここが一番、はい、よく聞かれるところです ね、 そうですね、節税問題で、はい、あとは原価償却どれぐらい取れるんですかっていうところが比率ですけれども、はい、日本の不動産でもそうだと思うんですけども、メンフィスの場合はですね、建物の、比率の方が、パーセンテージが高いんですね。はい、何パーセントぐらいですかね。だいたい今20、80ぐらいのパーセンテージですね、はい、建物が、はい、80% なので、マキシマムで、原価償却が取れるということですね、そうですね、原価償却が多くなるということは、その分税金が低くなるということになりますので、そういったエリアを私たちはアメリカ中に探していまして、カリフォルニアはカリフォルニア、他の州は別の目的で私たちも投資してるんですけれども、メンフィスのいいところっていうのは今言ったところで私たちは目をつけまして、メンフィスで、不動産投資をしております。はい、で実際にですね、個人的にも、私たちが、購入しているエリアとしましては、一応地図を、はい、こちらスカイツリーのちょっとこれ出しますけども、はい、こちらがメンフィスの、地図で、メンフィス空港、皆さんメンフィスに到着された場合はここに着くんですけれども、あとミシシッピリバーはどこでしょうか。これです、ね、そうですね、こちらになります、左端の、はい、こういった地理関係の中で、ジップコード別に市が分かれてるんですけれども、ホワイトヘブン、それからミッドタウン、バーレットエリア、コルドバ、サウスイーストメンフィスといいまして、この辺、これ地図で見るとすごく大きいんですけど、ほとんどみんな20分以内で走れる、非常に、はい、こじんまりとまとまってますよね、はい、はい、こういったところで、それぞれの特徴は、ウェブサイトを参考にしていただきたいと思うんですけれども、はい、こういったエリアに、物件を買っております。ということで、どうしてメンフィスっていうのは、今申し上げたような理由で、はい、やっております、はい。